はいどうも、ラリクマチャンネルです。ということで今回も新しい商品を購入したんでね、紹介していきたいと思います。今回購入した商品はこちら、じゃじゃん。 S&T の、M4 キーモッド10インチモデルになります。10インチタイプですね、になります。前回ね、開封レビューということでザザッと、レビュー上げちゃったんですけども、今回はねさらに詳しく見ていこうということで、撮っております。ということでキーモッド、まずですね、M4 キーモッド、最近ねよく聞く言葉、サバゲーとかね、なんだろう、エアガンショップとかでもねキーモッドって多分結構聞くことがあると思うんですけども、このキーモッドとは、何かねちょっと調べたんですけど見当たらなくてね、まあざっとこんな形だろうと思ってまとめてみました。まずですね、薄くて軽くて、必要最低限のレールがしかないものが多分キーモッドモデルっていうものだと思います。まあ基本的にハンドガードの部分を刺す、用語になってると思います。ここからね、これが例えばこのレール部分が普通の M4 と一緒のレールだったら名前がねキーモッドと多分つかないと思うんですけども、ここのレールがねこういうレール、まあ、ハニバーの時と一緒でこういうレールだとキーモッドという形の名前がつくんだと思いますね。ネットでは確かそんな風に書いてあったと思います。はい、で、ですね、今回はその、ま、これをね装着した武器が、エアガンがね欲しかったんで今回ちょっと本当購入したんですけどもね、もうまずですね、長さがですね、686mm です。全長が686mm、でストックを伸ばした状態で773mm になっております。だから1m、ストック伸ばした状態でもストックがこう伸ばせるんですけど、伸ばした状態でも 1m いかないくらいのちょっとした短めになってます。まあ、10インチなんてねこれよりもっと短いのがあるんですけども、今回はそのくらいになってます。で重さがですね本当にすごい軽いんですけど、何回もこうやって遊んでるんだけど、すごい軽くてですね、2160g になってます。もう本当に MP5 2個分ぐらい、 MP5 が 1400g だから2個あってもちょっと重いぐらいですね。この小さい MP5 2個あっても全然ねこれよりも軽い商品になってますね。2160g です。でマガジンの方が付属でついてきます。こちらマガジン1本ですね、マガジンは300連になってます。ねじ巻き式ですね、ねじ巻き式でこちらが上になってます。で自分ね300連は全然使わないんで、今回も使う予定はありません。ちょっとねじ巻きがね苦手なんで使いませんということで、こちらがですねなってます。じゃあねいつも通り詳しく見ていきましょう。まずこちらストックですね、ストックはですね6段階調節が可能です。まず1段階目で2段階目で3段階目、4段階目、5段階目、6段階目、ここがマックスですねになってます。で、6段階調節することができるんですけども、すごくですねぐらつきます。開封レビューの時も言ったんですけど、こうストック構える分には全然問題ないんですけど、やっぱりねこうちょっとした移動、このねぐらつきがすごいあるんですよ。で銃自体あんま動いてないんですけど、ストックはねすごいぐらついちゃうんですよ。でストックのねここの部分、大体どこのメーカーもゴム製にしてたりするんですけども、これはね今プラスチック製になってます。凹凸のあるプラスチックですねになってるんで、まあ滑りはしないと思うんですけども、ちょっとねゴムに比べたらちょっと心配な部分ですねになっております。です。じゃあちょっと次は、フロントサイト、リアサイト、フロントサイト、リアサイトになってるんですけども、これはねタッチアップ式になってます。上から見るとこんな感じ。ここのね、ちょっと線が入ってるところ、ここを、ストック側に倒すとこうペイと上がります。でこっち側もストック上げるとペイと上がります。こんな形でタッチアップになります。でタッチアップのねここ、覗くところはですね、2段階、今これは大きい穴になってますね、大きい穴で、これはですねもう一個こちらにあるやつを倒してもらうと小さい穴になります。これで
変換が可能です。これはね指でやる形になってます。でここの横のダイヤル、横のダイヤルですね、回していただくとこのサイトがこう左右にずれるんでね、それで調節が可能です。でこっちはこんな形です。棒がある形ですね。覗くとこんな形です。見えるかな、覗けるかな、これ難しいな意外と。覗くとね、こんな形、ちょっと見づらいですね、見づらいけどこんな形です。まあ、そこまでね覗きづらくはないと思うんですけども、ちょっとタッチアップがね硬いんで、閉じるときワンタップでは閉じらんなくてですね、ここを下げながらこれを倒す、下げながらですね。で結構力がいるんで、急遽これ使わなくなったって時は本当にね両手でこうやりながらやんないといけないです。まあ、いざという時はね大体立てる方が早くなると思うんでね、これだけでいいんですけども、しまう時はねちょっと両手でやることになっちゃうんで、ちょっとこれがね手間かなと思います。まあ大体バリケードに隠れてばそんなにサイトをいじることはないと思うんでいいかなと思います。まあね、六角で取り外すこともできるんで、好きなね自分の好きなタッチアップサイト、またはね普通のねサイトをつけることも可能です。次はですねコッキングレバー、いつもあんまり紹介しないんですけど、今回からねしっかり紹介しようと思って、紹介します。でコッキングレバーはですね M4 タイプと一緒で、こっち側にセーフティーがあって、こっち側何もないタイプです。まあ画面から見たら反対になっちゃうんですけど、自分から見てね左側にセーフティーがあるような状態です。でコッキングレバーを引くとエジェクションポートが開きます。よいしょ、ね、で中のこのボルトは交代したままになっちゃいます。これはね後でまた戻す説明をします。で左側にあるんでね、右手で構えていざという時左でこう、まあ、実情はね片手で引いてジャムとかをねなくすと思うんですけども、これ左手の人の場合はね、またいろんなパーツを使って付け替えたりとかしないと引けません。右からじゃね引けないんで、右手の人は左でここを片手でね引くことが可能です。弾を見ながら引いてねジャムを直してみてください。まあジャムしないんだけどねこの武器は。まあそういうことがあります。でちょっと見てみましょう。でここね、あそう言い忘れた、結構硬くなってます。で引き幅もね短くなってるんで、構えながら頬にね当たる、ここに頬があるとしてもあまりね当たりません。まあギリギリぐらいかな、でもねそんなに引けるようなものでもないんでね大丈夫だと思います。まあ雰囲気作りでちょっとね皆さんもやってみてください。はい、でこちら次ですね、次がセーフティーになってます。セーフティーが、M4 と同じタイプ、レバー式で、セーフ、セミ、オートとこんな形で変えるような形になってます。でこれは M4 と一緒なんで特にね、変わったところはないです。でグリップ、今回ですねグリップの方がちょっとですね、普通の M4 と構えててちょっと違うなと思ったのは、少しここの幅、この凸が、凹凸があるところとここの幅がねちょっと狭いんで、最初慣れないと結構この先に手をこう指を置いちゃったりとかすると思うんですけども、ちょっとねパッと握った時に握りづらい感じがあります。あとここの角、ここの角がですねとんがったままなんですよ。ここの角がこれが握った時に刺さるんですよね。自分結構サバゲーでも素手なんで、こういうところ握った時にね刺さっちゃうのがやっぱすごく痛く感じますね。あと長時間これ持ってた時にこの角から来るね圧がやっぱ指にも来るんで、だいたいここで支え、この指でねこの指で支える形になるんで、やっぱねここに負荷がかかるのはねちょっとあんまりよろしくはないかなと思います。でもね、プラスチック製で軽くて、またねこういうギザギザもあるんで、まあ滑りはしないと思います。グリップがあればなおさらね滑らないと思います。はい、次がトリガーとトリガーガードですね。トリガーはプラスチック製で、トリガーガードは鉄製になってます。でトリガーガードはね真っ平らになってます。ちょっとね格好的に違うねトリガーガード、また機会があればつけたいと思います。ちょっとねカックンってなってた方が好きなんでね、やりたいと思います。トリガーとこの幅は十分あるんで、グローブをした状態でも十分指が入ると思います。でトリガープラス製なんでね、ちょっと心配だなっていう方はぜひね鉄製に変えることをお勧めします。あんまりね自分もプラのまま使えるとは思ってないんでね、壊れた時大変なんで、ちょっと早めにチェンジするのも手ですね。はい、次ですね、
次が、あ、よいしょ、こちら、そうだ、ボルトリリースレバーですね。マガジンとボルトリリースレバー、マガジンのところはですね、休校のと、あ、休校じゃない、マガジンリリースのところは、随分ね広く取られております。ここがねガパッと開いているんで、普通の M4 よりかは少しね入れやすいと思います。なんですけども、やっぱりちょっとここが広く、マガジンのところはね広くなってる分、やっぱりちょっとぐらつきはねあります。ノーマルの、付属のやつですね、付属のやつを入れてもやっぱり左右にはすごくずれちゃいますね。でも、今回ね、マグプルのノーマルのねマガジンを入れると結構ねぐらつきそこまでなくできます。まあちょっとはあるんですけども、ショートマグなんですけども、結構いいです。ちょっと弾が出ちゃった、さっき用意してたんだとかになってます。でマガジン、あ違う、ボルトリリースレバーですね、こちら、だいたいね次世代電動ガンだとここがね、押すと弾がね終わると、ここが起き上がってくると思うんですよね。起き上がってきて、これを押すと、弾が次のやつが撃てる、マガジンをチェンジしてここを押すと次がね撃てると思うんですけど、今回のこれはですね、こちらさっき言ったエレクションポートを開けてもらって、中のボルトを交代させた状態、これをですね解除するボタンになります。ボルト、リリースレバーですね、ボルトリリースレバーになっております。ちゃんとねこれは機能しています。こっち側のボタンを押すとリリースレバーですね、音だけでちょっと申し訳ない、両方をね見せらんないんで、カチという音が鳴ってリリースされます。まあ、サバゲ終わった後のちょっとした雰囲気作りにこうピッと戻してあげるとかっこいいですね。で、次ホップアップなんですけども、エレクションポートを開いてもらってボルトを交代させてもらいます。そうするとね、この奥にここにねつまみみたいのがあるんです。これですね、これが動くんですよ。今動いてるの見えるかな。これでホップの調節が可能です。でちょっと変わるだけでも本当にホップが全然変わっちゃうんでね、ボルト戻すとき、またはねエジェクションポート閉める開けたときとかね気をつけてください。サバゲー前に必ず、始まる前とかにここを開いた場合は必ず中をチェックしてみてください。結構すぐにねポンとこのボルトがねポンと戻った時の衝撃でも変わってしまうぐらいちょっと変動があるんで、そこはね気をつけてください。開けっぱなしにしてねサバゲー始めて、調節したらこのまま持ってって、このままサバゲー始めて、で終わったらボルト戻すって形にすれば、まあ持つと思います。本当にすぐにね触れるとポンって変わっちゃうんで気をつけてください。はい、次がですね、マガジンリリースボタン、これはですね、まあいつも通り M4 タイプと一緒で、マガジンを入れてもらったらここのボタンを押すと自重で落下してきます。でトリガーからねそんなに距離がないんで、すぐにちょっと伸ばすだけでもね届くんで、いざという時のスピードリロードにもね結構使えると思います。打っててすぐに押すと落下してきます。でここのねやっぱ広いんでね、落ちてくるのも結構素早く落ちてきますね。自由落下が早いんですごくおすすめです。はい、次ですね、ようやくこれ13分にてようやく、ここハンドガードになります。ハンドガードですね、やっぱキーモッド製ってこと、キーモッドを採用しているってことで、随分、薄くなっております。まあ、ほぼねハニバとこういうデザインはね一緒なんですけども、今回はすごくねハニバよりも薄くなってます。すぐね手が一周しちゃいます、ね、余裕で手が一周しちゃって、でかつね鉄製、ここは鉄製なんです。今まで紹介してきたここから後ろのものはほとんどがプラスチック製になってます。なんですけども、ここからですね、ここのレールすらもプラスチックなんです。でもここから先はハンドガード部分はです、ここから先のハンドガード部分はほとんど、鉄パーツになっております。ね、で握り心地もすごくいいです。まあ、寒い冬に持つとねちょっと冷たく感じると思うんですけども、今ね部屋温まってるんで結構あったかいですね。すごくあったかいとか関係ないですね、その場の人によるけど、結構握りやすくてね薄くて軽いです本当にね、この先は軽くていいんでもう持ちやすいですね本当に。パッと持てるハンドガードがねパッと持てるのはすごく自分の中ではすごく気に入ってます。はい、で次ですね、フラッシュファインダー、
フラッシュハインダーなんですけども、これ全部、フラッシュハインダーになってます。フラッシュサプレッサーですね。フラッシュサプレッサーになってます。でフラッシュサプレッサーとここの隙間が、前開封動画でも言ったんですけども全然ないんです。ないんでこれ抜こうとすると、あの回そうとするとね、どうしても、あ、回るかな、結構回り硬いんですけど、今の音これですね、この音が、どうしても鳴ってしまって、ここのねフラッシュフラッシュフラッシュ、マズルサプレッサーですね、違う、フラッシュサプレッサー、フラッシュサプレッサーのここにどんどんね傷がついていってしまうんで、傷あんまつけたくないよって方は本当にここら辺はいじらないことをおすすめします。でどうしてもこれ取りたいよって方はもうしょうがない、もうこれぶち取って中をヤスリで削って、ヤスリかなんかでね、なんかここ削って薄くした状態で、あの違うものをはめたりとか、またこれをね元に戻したりするのをおすすめいたします。なかなかね今自分はもうどうも外す気がなれないんで外してないです。このまま使っております。でこんな形です。インナーバレルがあって、これは外丸くなってる形です。まあこれはこのままでもね結構かっこいいんで、このままね自分は使いたいと思います。ということで、だいたい外見見終わったかな。で、刻印ですね。刻印、こんな形です。ゾンビキラーと書いてある刻印と、ここに英語が入ってて、反対側がドクロマークになってます。結構ね、ゾンビキラーのこのロゴ好きなんでね、愛用してます。こっちはね、なんかエクスペンダブルズっぽくて、すごく好きです。カラスのっけたいですね、この上に。ね、かっこいい。うん、ほんとかっこいいです。はい、ということで、じゃあね、お待ちかね、ちょっと打ってみましょう。まずですね、バッテリーなんですけど、バッテリーはストック収納になります。まずここの凸を、反対側にもあるんですけど、このポコッてしてるところを押して外します。でこれはねソップモッド M4 と一緒なんですけど、結構硬いんでね気をつけてください。それで外れます。でコネクターが出てきますね、1本コネクターが出てきます。で、このねエサノティの純正に合わせるんだったらヌンチャクタイプの、バッテリーがおすすめです。こう分けて入れてもらって、ここでコネクターでつないでっていう形のヌンチャクタイプがおすすめです。まあ、ストックをね変えてしまうよって方はね、また別の、バッテリーを買ってみてください。自分はね、ストック新しいのねもう買って注文してきてるんでね、それをつけたいと思います。今回はねちょっとストック開けっぱなしになっちゃうんですけども、ニッスイのニッケル水槽で、で東京マレさんのねニッスイでいきたいと思います。よいしょ、ほい、ね、ニッスイだとね全然入らないんですよ。全然どこにも入らないんで、ちょっとこのままプランプランさせて、それから持ってね打ちたいと思います。じゃあ、まずですね、セミ音空打ちさせていただきます。セミ音で打ってみます。いきます。お、一応 A セクションポート開けとく、ボルト交代させて、よし、いきます。音分かりますか、ね、だいぶね、あの打った後にチュバーンって言った後にバイーンって言ってますよね。結構バイーンっていうバネの音がねすごいバイーンって入るんで、どうもね自分はやっぱ気にここはね気に入らないとこですね。どんなに打っててもバインバインってきちゃうんで、それはねちょっと嫌なんですけども、まあもろもろこのままねサバゲーに持っていくつもりはなかったんで、後でチューニングしてもらいにねお店に行ってきます。はい、でそれでね初速とかも上げてもらう予定です。まあこのバインが治るかどうかは分かんないですけどね、なることを期待しています。じゃあフロートで次打ってみましょう。フロートはねどんな感じなのか、いきます。逆にフル音だとバインって音がないですね。でも鳥が引いて離した時のチャカンって音がちょっと入るんですよ。って感じです。で一つ付け加えておくと、セミ音、すごくねレスポンスが悪いです。指切りってやれるんですけども、指何回ももう打てなくなっちゃいます。はい、打てなくなります。そんな形でレスポンスが悪いんでね、セミ音で打つってよりかはフル音で、まあ打ちながらこう指切りしながらねフル音で打っていくと、まあのがおすすめだと思います。ということで、じゃあ、お待ちかね初速の方、初期のね初速の方を測っていきたいと思います。
じゃあね、マガジン玉が入ってるんで入れていきます。今セーフティーかかってるから OK。 よいしょ。でいつもの X コーテックかな、使っていきます。デレデデン、よし、よく行こう。皆さんにね、見える形で撮影できないんですけど、ごめんなさい、少々お待ちください。いきます。セミ音、糾弾されていない、糾弾されていない、ってことで、ちょっと待ってください。弾がね、ちょっと足んなかったみたいです。糾弾不良が何発かあるみたいなんで、ちょっとねマガジンいっぱいにちょっと弾入れてみたいと思います。もしかしたら P マグは入らない、じゃあ、このマグプルタイプのマガジンは入らないのかもしれない。ちょっと検証しなかった自分が悪いんですけど、出てくれ頼む。ちょっとある程度満タンにしてきました。多分これで球団不良だったらおじゃんですね。よし、行きましょう。ちょっと出てくれ。 OK 出た。じゃあちょっと打っていきます。85.95。 意外と高い。俺70前後かと思ってた。 86.8。 あれ85.66。 あれ意外と高い、想像以上だぞ。本当にね、ちょっと申し訳ないけど、結構舐めて買ったんで、舐めてました。本当に俺が申し訳なかった。本当にこんなに高いと思わなかったです。ちょっとね、この自分今カンペ下にあるんですけど、そのカンペにも初速が低いってちょっと計らずして書いたんですよ。どうせ低いんだろうなと思って。まさかこんなに高いと思わなくて、ちょっとね、嬉しいですね。これこのままサバゲー持ってっても使えます。持ってっても使えないって言うと思ったんだけど、使えます。ぜひね、皆さん買ってみてください。じゃあ全体的な感想なんですけども、まずですね、初速測っていろいろ見て感じ、本当にね、ここの握りやすい、あともう本当に構えやすいです。そこはちょっと自分2段階目なんですけども、本当にね、ここの構えがすごく構えやすいです。こうやって構えるのもありだし、ストック部分もね構えるのもありです。でストック部分構えるときはここ本当に角があるんで、もしあれだったらヤスリで角削ってもらって軽くで持ってもらうと楽ですね。こうやって持つ人はちょっと手に刺さる感じがあります。ね、角がちょっとまだ出っ張りがあるんですけども、そこね、こういうグリップやここの角を削ってもらえるとすごくね、多分使いやすくなると思います。自分グリップとストックはね変更しちゃうんで、コアまでは使わないんですけども、ちょっとねそのまま使う人は削ってもらえると使いやすいと思います。で P マグもね、5発球弾不良、4発5発球弾不良があるんで、まあ、マックスで入れて、マックス30とかで入れてもらえれば全然問題ないと思います。純正はね2発マガジンは2発か2発3発不良が、球弾不良があるんで、まあ、最後まできっかりはね使えないんですけども、まあね、海外の銃なんでそこは了解の範囲内かなと思います。でこのレールシステムなんですけども、レールはね2つじゃなくて3つついてます。でこのレールなんですけども、ちょっとね本当につけづらい、説明しづらいんで今回は省いてるんですけども、つけづらいです。1回外したらねつけるの大変になっちゃうんで、ある程度のポジションで決めてつけてそこからねあまり外さないのがおすすめです。ちょっと細かいパーツもあるんでね、なるべく気をつけてくださいって形ですかね。で今いいところ結構言ったんですけども、悪いところやっぱりねストックのガタつきと、あと本当にね内部のことですね。セミオートのねキレが悪かったり、まあ、フロートは OK だったんですけど、セミオートのキレがね、自分本当セミで使う方の人なんで、セミオートのこのキレが悪いのはね、もうちょっと改善の余地ありかなと思います。ってことです。まあね、この動画を見て皆さんがどう思うかはちょっと皆さんで決めてもらって、自分はね、買ってすごくねちょっと気に入ってます。本当にね気に入ってて、軽さもあってずっと持ってたくなるね銃になってます。今回のこれはね、ぜひ、気になる方いましたら、下の説明文の方から買ってみてくださいということで、今日はこれに終わりにしたいと思います。また次回も、次回はねこれをパーツを、買ってあるんで、もうそれを作って組み立てたりとかね、あとは1年記念動画になるんでね、ぜひそちらも楽しみに見てくださいということで、皆さんありがとう、最後までねご視聴ありがとうございます。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。
この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。